どうも、ビーズのトークジムにようこそ。ビーズ専門解説のあつしです、今日は最後までご視聴よろしくお願いいたします。今日の、お話をする前に、明日なんですけども、明日の夜9時から生配信の方とさせていただこうかなと思っております。タイトルはですね、3エラース、まあ、簡単に言うと時代を3つに分けて、まあ、騒ごうじゃないかというね、そんな感じのものを予定してます。もしお時間が空いてる方はですね、ぜひ見に来てくださいただね、中年がカラオケする会なので、お気軽に遊びに来ていただいたらありがたいです。今日がですね、3月の11日でですね、まあ、あの日からですね、まあ、ちょうど11年が、経過したというところで、まるで昨日のことかのように僕は未だにね思うんですけどね、あの日ちょうどね、僕は前の、に勤めてた会社で、営業をやってたんですけども、まあ、午後2時46分ですね、車で信号待ちしてる時でした。赤信号で止まって待ってたんですけど、信号機が縦に揺れてたんですよね。2、3分ぐらい揺れてたのかな。あれ長いな、地震長いなって思ったんですけど、その後ね、お客さんのとこ行ったら大変なことになってるぞみたいな。たまたまね、お客さんのところにテレビがあったんで見せてもらったら、ってなっててね、まあ、あれから11年経ったのがもう本当にね、信じられないっていうところにもなるんですけども、実はそのビーズも、この震災に影響を受けた曲がですね、2曲ございまして、それをね、ご紹介したいかなと思ってます。この2曲っていうのがですね、カモンっていう曲とボスっていう曲、この2曲なんですね。ビーズってその当時アルバムのレコーディングやってたんですよ。カモンっていう、そのレコーディングの、最中に地震が、来てしまって、で全部中断してしまったみたいなんですよね。松本さんも稲葉さんも言ってたんですけど、もうしばらくレコーディングはする気になれなかったっていうふうに、まあ、当時ね、言われてたんで、まあ、自分たちでやっぱり何もできないからっていうのでね、まあ、少しでも励みになればっていうところで、曲をそのまま作ってたんですけども、まず1曲目、カモン。カモンはですね、曲自体は震災前にできてたんですけども、歌詞をね、震災後に稲葉さんが、書いたそうです。で、まあ、簡単に言うとカモンっていうのは恋とかっていう意味じゃなくて、一緒に行こうぜっていう意味合いの方が強いみたいですね。まあ、このサビに書いてる通りですね、もう一度笑い合おう愛しい人よ、乾いたこの心満たして、尊い時間は今始まる、先はまだ長いけどゆっくりでいい、さあ行きましょうカモン。まあ、本当ね、まあ、震災に、被災されたまあ、方だったり、被災はしてないものの心がね傷ついたりしたっていう方も、いらっしゃるんじゃないかななんて思うんですけども、そういった方たちをですね、まあ、励ますような歌詞になっております。で、僕はこの曲の中で好きな歌詞っていうのが、まあ、実はサビも好きなんですけども、ラスサビに入る前のこの2小節かな、愚痴ってもいいよ疲れすぎたなら。僕はこのセリフをね自分に言い聞かせてます疲れたなら本当ね少しぐらい愚痴ったって、僕はね、罰が当たらないと思います。人間なものしょうがないで、最後の歌詞で、僕らは負けないだろう、さあ行きましょうカモン。まあ、この、言葉にね、全て結びつくのではないでしょうか。このカモンという曲はね、本当にね、メロディーもそうなんですが、歌詞がね特にその元気づけられるところも多いのではないでしょうか。そして2曲目、ボス。さっきのカモンという曲は、震災でね、まあ、被災された方たちが少しでも励ましの意味も込めた曲だと思うんですが、このボスっていう曲はですね、思いっきり当時の日本政府を社会風刺した曲なんですね。2番終わった後に、期待したのは誰？いや、本当ね、期待したのは国民なんですよ。ただなぜ期待したかというと、まあ、当時のね、政治でその国民がね喜ぶようなことばっかり言って、いざ結局実行できなかったことは結構多いんですよね。で、この曲の最後に、本当に I'm sorry、I am sorry、もうほっといてくださいっていうのは、多分その、まあ、ごめんなさいっていう意味合いと、おそらくなんですが、総理大臣を意味しているのではないかなと個人的には思ってます。サビにある情けない情けない、思い描いた夢と違う、その国民側の目線じゃないかなと思うんですよね。その政治家に期待して夢を見た国民たちが全然その通りにならなかったことを、憂いだ歌詞ではないかなと、思っております。こんな国じゃこんな国じゃなんて言っても始まらない、まあ愚痴ってもしゃあないってことですよね。で、さっきのカモンとはちょっと真逆の歌詞なんですけどね、今できることをやるっていうのがね、一番正しいのではないでしょうか。この2022年になってもですね、まあ、トップの資質っていうのは非常に難しいところもありましてですね、
片やね戦争してる国もあったりだとか、トップっていうのは、まあ、何かを決断しなきゃいけないんでしょうけど、その決断がね時には人を幸せにし、時には人を不幸にしてしまうというね、ところがあってね、まあ、トップに立つっていうのはねかなりプレッシャーのある仕事だと思うんですが、どうかね、まあ、日本のトップ、世界のトップ、いろんなトップいらっしゃると思うんですけども、どうかね国民の、平和と安全を叶えられる、決断をしてほしいなと、個人的には思ってます。はい、今日はですね、あのカモンとボスについて語りましたが、いかがだったでしょうか。まあ、カモンというアルバムはねまた、別の日に、特集をしたいなと思ってますので、その機会にもしよかったら見に来てください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。